アラメさんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済キャンペーンまとめ、月曜からもりもりお得にということで、今週もやってきました。スマホ決済キャンペーンのまとめということですね。先週1週間で発表された大きなキャンペーンはありませんでしたが、まあちょっとしたことに付け加えて、あとはイオン家電のキャンペーンもスタートするということについてお伝えしていこうと思います。ということで、まずはこちら、ペイペイですね。まあ、現在は若くペイペイのキャンペーン中で、ランチタイムやスーパーで 10% から 20% の還元を受けることができます。そして10回に1回に最大1000円相当が当たるペイペイチャンスもあって、まあ、注意点としたら、若くペイペイとは対象外である可能性があるので、お気をつけください。あと、逆にですね、これまで使えなかった若くペイペイの対象外だったお店が急に使えてたり、する場合もあるので、そこはぜひですね、ペイペイのアプリ内で確認してみてください。あと、7月26日限定ではあるんですけども、プレミアムフライデーということで、ワクワクペイペイの時間帯がその日だけ延長されるので、もしですね、行く予定があったお店などがあれば、このチャンスに行くのもいいと思います。次はドコモの D 払いということで、まあ、こちらは D ポイントの 20% の還元のキャンペーンが開催中ということで、7月の1日から7月の31日まで。で、こちらはエントリー必須で、上限は1万ポイントまでです。で、クレジットカードは必要なんですけども、ドコモの方はクレジットカードなしでも大丈夫です。次に、ファミリーマートを利用するならファミペイということで、7月の1日から7月の31日まで開催中で、現金でチャージをしたら 10% の還元を受けることができて、そして、クレジットカード、ファイマティカードでチャージをしたら 15% の還元を受けることができます。あとはまあ、ファミチキなどのウェルカムクーポンというのがあったりとか、あと、前回動画でも紹介したんですけども、一部の商品には限るんですが、ファミペイを使ったら通常より少し安く購入できる商品もあるので、まあ、ファイマをよく利用される方は使ってみるのもいいと思います。まあ、次に楽天ペイですね。こちら期間中 5% 還元キャンペーンということで、7月の1日から9月の30日まで、こちらもエントリーが必須で上限は5000ポイントまで。あとはビッグカメラなど、まあ、対象店舗によっては 10% の還元も受けることができるということと、あとは映画館、ムビチケというところのコラボで、まあ、15% の還元も受けることができるということになっています。そして冒頭でもちょっとお伝えしたんですが、スマホ決済とはちょっと外れるんですけども、こちらのイオンカードのキャッシュバックキャンペーンもスタートします。もう作られた方は届きましたでしょうか？一応ですね、こちらをキャンペーンおさらいすると、7月の25日から、月曜からではないんですけども、7月の25日から7月の31日まで。で、あとは8月、9月も一応実施予定となってます。で、ざっとおさらいをすると、イオンカード、そして、イオンウォレット応募したら 10% の還元を受けることができて、引き落とし口座をイオン銀行などに設定をしたらさらに 10% の還元を受けることができます。で、上限の金額は合計で10万円までで、キャッシュバックは11月下旬にもらうことができます。で、あとですね、これ前回も動画でお伝えしたんですけども、ドコモの D 払いの 20% と組み合わせて使うことも可能となってます。なので、まあ実質最大で 40% 還元もまあ可能ということになりますね。まあ、あとこの中にも書ききれてないんですけども、ちょっと量が多いので、まあ注意点としたら、キャッシュバックの対象外になるものもあるので、まあ気になる方は公式ページなどチェックするといいと思います。それではここまでの内容をざっとまとめたいと思います。まあランチやスーパー行くなら、まあペイペイの 10% から 20% の還元を使ったりですとか、まあコンビニだと今回は2つですね。ファミリーマートを使うならファミペイを使って 10% から 15% の還元、そしてセブンイレブンを利用するなら7月の22日から7月の31日まではペイペイが今回使えるようになってます。 20% の還元を受けることができます。あとはドコモの D 払いだと、まあ 20% 還元ということで、まあコンビニとか飲食店、ドラッグストアでも使うことができます。で、楽天のユーザーの方であれば楽天ペイですね、最大 5% 還元があったり、対象店舗だったら 10% の還元を受けることができます。そして先ほどもお伝えしたイオンカードのキャンペーンが7月の25日から31日までの間に 10% から 20% の還元を受けることができます。ということで、月曜からのキャンペーンのまとめでした。まあ先週と比較すると、セブンイレブンがペイペイのキャンペーンにだけになったということと、あとはイオンカードが7月の25日からキャンペーンが始まるということですね。まあそれでも来週もかなりキャンペーンが盛りだくさんなので、まあ、ぜひですね、ご自身に合った方法を見つけてみるのもいいと思います。ということで、また月曜日から頑張っていきましょう。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。